い西川くんがやってくれましたよ、ね、今日も青くやってくれました、今日難しいね、あの人の単語配布事故ドライブビッチね、ヘンドルハンドルハンドルビッチ、ね、言えてないじゃん、ね、いやいやもうお客さん今日はね、あの哺乳瓶を吸いながらめっちゃ嫌で、めっちゃ嫌やで、めっちゃ嫌や、2人ともこれ、ね、お揃いのスタレクロの方だったら、すごいすごい、お揃いでこれねこれは西川くん の, あのツアーグッズかなんだ西川くんから、えめっちゃ近いなんでこんな近い、いやお疲れ様です、お疲れ様です、いやもうどうですか最近、もうあの怪我まだ治ってないらしいです、まだ治ってないですね、怪我治ってなくて、怪我治ってなくて明日大会ですけどね、え明日試合、明日試合です、やりますね、はい、頑張ってください、あの ライブはどうですか、あの大きいイベントは特にないですか、ないですね、ないですか、はい、まだあの過去の遊び場でイベントやって倒れるっていう電車で倒れるというね、まさかのお酒に入って倒れるとかね伝説を倒れるとこまでがイベントですからね、あ確かにね、まあ、忘れられないですね、あれはまだなんか告知でもあったら言ってください、告知は今のところないです、ないですか、ないんです、あの9月の10日、あそうだ、ありますやん、9月の10日ね、大事なイベントがありますね、近鉄長瀬のはいはいベアーズカフェさん、知ってます、知ってます、知ってます、めちゃくちゃアットホームなお店なんですけどもね、もう一回もぜひ来ていただきたいですね、ぜひともよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、今日もブルーな西川君でした、ありがとうございました、静かバージョンな、そう今日はね、完全静かに、もうあのもうライブも今日4 days 目なんで、もう声も出ないですし、もう腕ももうね、半ばも酒で痙攣しつつある今日この頃ですので、はい、いや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 、なんか告知とかありますか、告知ですか、もう特に、まあじゃあ1個だけ、あの8月10日には中本にあるクラブマッシブというお店で、あの麻薬の部屋ボリューム4というどうしようもないイベントをやりますので、よかったらぜひ遊びに来てほしい。え、ライブハウスですか、それは。ライブハウスなんですけど、こう、ね、自分で機材を持ち込んで、ミキサーとスピーカーだけポンと置いて、なんか、適当にやる感じの雑なイベントなんですけど。ボリューム 4? ボリューム4。あ、素晴らしい。続いてるんですね。続けさせられてるというか。させられてる。そう、まあ、諸事情によりという感じです。素晴らしい声なんで、ぜひとも。
麻薬の部屋でございます。麻薬の部屋、合法的に麻薬の部屋です。合法的ぜひとも、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日は本当ににーん、そういう入り方です。愛おしいのになってしまった。にーんですね。もうね、うちではようお世話になっています。皆様ご存知のですね、このカーンさんです。はい、はい、ね、ありがとうございます。もうね、結構、この源氏ヶ丘でもですね、来る途中に、クリーニング屋さんというかタバコ屋さんとかあると思うんですけどね、あ、またこのカーンさん前通っていかはりましたよって言われるぐらいですね。あ、ありがたい。このスタイルがもう定着しているというか、目撃情報いっぱいあるんですよね。目撃、なんかみんな、うん、この間自転車走ってるとこ見ましたよとか。そう、でもやっぱりね、このカーンスタイルの時でないとわからないんですよ。うん、そうですね。そうなんです。でもそのまあお客さんとしてであっても、飛び入りっていう本当のちょっとの出番であっても、うん、ちゃんとこのカーンになってくるところがそうなんですよ。普通ね、うん、まあ普通って言い方もおかしいけど、自分がライブやるときに、例えばこだわりちゃんとこう見てもらうための衣装であったり、なんかそういうのがあっても、ちょっとしたことって気を抜いてね、手抜いていったり結構するんですよ。自分とかはね、普段着のまま歌いに行ったり、まあ普段からそれがステージ衣装とかそんなやったらいいんですけど、でも人のライブ見に行ったりするのもちゃんとこのカーンっていうスタイルを守って、そこのプロ根性というか、そこはね、そうなんですよ。っていうかそういう格好しか持ってないっていうのもあって、いやいやいや、ただいま、あれですね、これからですか、新しい商売として。え、何ストラップ制作。いや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 、あれは、まあ、そんなしてるんです。いや、遊びで。いや、作るの楽しい。センス溢れるストラップですよね。みんな、なんていうか、こう、静かになりますよね。うん、構えるよね、なんか。だから、もう今日お客さんにもね、いろいろこう、喋ってもらいましょうか。もう十分です。もう四六時中ね、ずっともう哺乳瓶が手から離れて。これも西川君の音楽を聴いてるとこうなるっていう。いや、ならないですよ。ならないですか。そこはちょっと否定させてください。否定させてくださいですか。あとはこの西川君と関係なく個人的に哺乳瓶を持ってはるって。そう、個人の趣味で。あ、趣味ではないな。趣味。履歴書のとこに哺乳瓶って書かれてるんですか。趣味のところ。完全に悪いノリでした。ガマドマでせいよな。悪いノリじゃない。それはあれですか、二人でこれがいいからこれ買おうと思って買った。そう。あ、それネットかなんかで見つけて。なんかたまたま持ってると見つけて、え、これいいんじゃないっつって。あ、やっぱり。大丈夫です、編集できますんで。ちょっとせかせます。いいです。まだくれてるじゃないですか。大丈夫ですよ。3回4回繰り返すこともできますから。もうここちょっと、ね、もうちょっとカットしてください。カットなので、いろいろ人格がバレる。バレたらやばいようなことなんです。なんかだんだんドツボにはまっていきますよ。これ喋れば喋るほどなんか怪しく、喋れば喋るほどそうな。もう結婚なんで。という6月25日の今日のお二人でした。いやいや、そうなんですよ。もういいや。もう諦めた。いや、もう今日はね、盛り上げていただきました。お二人も伺いたいね。ね、面白かったです。なんか言い残したことはないですか。ないです。もうこれ以上いらん。もういっぱいです。もういっぱいです。もう満杯。はい。ということですね、6月25日の皆さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。今日も無事に終わった。
もう一応音楽をやってるっていうね、多分あのこれしか見てない人がね、あのいつも喋ってる人は何やろと思わはったらあれなんで、僕も一応音楽やってますんで、ギターに乗せてね、今日のことを。今日もうちにベラーズカフェブッキングライン終了しました。ご覧のようにアフターの動画は話し流れ首の話だけど放送ほとんどできません。トップで歌ってくれた西川哲也、サッカーの MC、 今日もスライディングな勢いでバッチリ滑っていた。だけど難しい選手の名前、ベンリリホンガラヘンドラビッチ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 、それしか残ってない。脳内麻薬今夜初めて歌いに来てくれた。4日連続のライブ、最終の日、静かなバージョンで初めて見ました。初めてと言ってもまだ2回しか見てないけど、次のライブも決まって9月にはまた来てくれる。その時まで肝臓を壊さないように頑張ってね。忘れ物は預かっているから、この缶かなりうちではお世話になってます。ピッキングストローク今日もかっこよく歯切れよく歌ってた。あのいつもの姿、どこにいても彼は雨が降ろうと槍が降ろうと飛び入りだろうとお客だろうといつもこの盛り上がったところが放送できない。それは悲しい。だから次回はあなたも見に来てね。ベアーズカフェ、言えば即興の歌。
正直言えば適当に歌ってある。7月1日カツオの遊び場収まれへんな。来てね。という5月25日の夜でした。私パンが焼けたのでね、今日はバナナジュースなんかを作ってみました。100均で売ってたねバナナなんですけどね、ちょっとね甘みがないんで、ね、明日メニューには出せないんですけどね、私一人で飲みます。じゃあ、明日エンジェルバンドの、ベースのミヤちゃんがですね扁桃腺を晴らしましてですね、明日休みということで、明日は3ピースになります。まあ3人は3人なりのねことを今までも、まあ、やってきたんで楽しいライブになると思います。まあ、みやちゃんの早い、ね、回復をお祈りしましてですね、明日エンジェルバンド、あ、ほんまおもろいですからね、ベアーズカフェ来てください。では今日のところはこれでいい。そいぬろそいぬろ、はい。ゴールドラッシュの噂を聞いて人が集まるお祭り騒ぎ、少し離れて口笛吹こうよ。 Day after day Put up on the hill 雨は埋めてから